はい、皆さんおはようございます。現在は私は長岡駅大手口、そこからバスに乗りまして目的地に向かいたいと思います。さあ、それではですね、越後交通の路線バスに乗りまして目的地に向かいたいと思います。さあ、どんどこどんどこ進んでおります。今回の目的地はですね、天台宗のお寺安全寺に向かいたいと思います。全世界パワースポット巡りの旅その37というわけでございまして、この長岡という町はですね、古来より修験道の聖地とされておりまして、長岡市にですね、蔵王っていう町名が残ってるんですね。現在は安全寺といいまして、天台宗のお寺なんですが、だいたい蔵王権現が祀られておるというようなところはですね、真言宗が多いんです。山岳信仰の聖地、あの三尺坊大権現の土地を地域に行ったらありますしね、修験者というのがここ非常に多かったということなん、中世のね長岡の方でありましては、そちらの方をね見聞に行こうということで、さあ早速バスを降りまして安全寺に向かいたいと思います。はい、ありがとうございました。さあ、蔵王権現いかな神様なんでございましょうか。そしてこの安全寺、越後といえば毘沙門天でございます。毘沙門天もご安置されているようでございますので楽しみでございます。真夏のね、この暑い中をですね、とっとことっとこ日陰もないとこ歩いております。さあ、それでは見えてまいりました。これがね、金富神社でございます、そもそも蔵王権現はね、神社一体、寺社一体でございます、神社ともお寺とも言えない神様なんでございます。それを明治時代にですね、廃仏毀却というのがありまして、お寺と神社を無理やり分けたというような歴史がございまして、今この神様としては金富神社、そして仏さんの方としては蔵王権現が祀られておるわけでございます。さあ、こちらの方、安全寺の方やってまいりました。これはね、あの蔵王城というお寺、あのお城があったんですね。その城跡地にこの設けられておる神社とお寺ということになります。堀があるんですね、長岡という藩ができる前はですね、この蔵王城というのがこの中心地だったということでございまして、そちらの方を収めておった堀直頼公のですね、銅像があるんです。そちらの方も見ていただきたいと思います。堀直頼公はですね、豊臣秀吉に見出され小姓をねずっと務めておったということなんですが、関ヶ原の
戦いでは東軍につき、そして、大阪夏の陣冬の陣ではですね、徳川方につきまして、この長岡の地を拝領したというような戦国武将でございます。こちらでございます。そもそもね、岐阜出身なそうですが、それから北の少女福井の方ですね、こちらの方に転覆、そして、長岡の方に転覆ということで、で関ヶ原前は越後の方から攻めるべしというようなことでやっておったと。さあそれでは安全寺毘沙門堂でございます。こちらの方をねお参りしたいと思います。さあここからは私もごちゃ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 言わずに静かにお参りして参りましょうか。さあ多聞天と書かれております。四蔵揃って四天王となる場合は多聞天となりますが、一尊だけですと毘沙門天と呼ぶわけでございます。お不動様でございますね。そしてこれ毘沙門天、毘沙門天でございます。そして蔵王権現、こちらが祀られておるわけでございます。さあ次なるはですね、十一面観世音菩薩様でございます。こちらは天台宗のお寺なんですけどね、まあいろいろ仏様が安置されておるということで、観音様も参らせていただきます。観世音菩薩、ありがたいことでございます。さあ次は正一稲荷大明神でございます。お稲荷様でございます。こちらはね、お稲荷様といってもね、稲荷大社なんですよ。ちょっとね格が上なんですね。普通ちょっとした祠ですとね、ちょこっと祀ってるっていう感じになるんですが、こちらはね稲荷大社でございます。もう伏見稲荷と同じような感じなんですよね。名前はね、名前負けしておるみたいな感じなんですが、掘ったて小屋みたいなとこにあるのに大社とはこれいかにという感じなんですが、まあ、ほったげ小屋だからご利益はそれなりだなんていうことはありません。しっかりとね祈れば祈り願いは通じるということでございます。正一稲荷大明神でございます。視聴誠にありがとうございました。高評価チャンネル登録よろしくお願い申し上げます。大変励みになります。またご質問等はコメント欄にて残しておいてください。はい、ありがとうございました。